生まれて初めて書いたラブレター、決して読んでもらえないラブレター。ひどい、手紙見たの？琴子ちゃんはお兄ちゃんのお嫁さんになったらいいじゃないの。結婚なんかお話にもならへんで。人の気持ちなんてわからない。今日は嫌いでも明日は好きになってるかもしれないからね。安心しろよ、お付き合いするつもりないから。からかったの？高校最後の夏休みの思い出はこれといって何もなかったけれど、入江くんと飲んだモーニングコーヒーの香りはきっと忘れない。時の流れは早いもので、季節は夏から秋、秋から冬へと移り変わっていき、どうにか大学進学が決まったのはいいけど、私と入江くんの関係は相変わらず何も進展しないままで。去年は黄色、そうだよね、ちょっと大人のジンクル。あけましておめでとう。あけましておめでとう、ことこ。あれ、今年はことこも着物着たんだ。入江くんのお母さんに着付けてもらったんだ。かわいい、似合ってるよ。ありがとう。あれ、ジンコちょっと太った？やめてよ、気にしてるんだから。だけどさ、もう受験勉強から解放されたって思うと、クリスマスケーキもおせちも美味しくって、うん、わかるわかる。でもさ、3人とも同じ都南大学に進めてよかったね。ほんと、春から私たちも女子大生、今年はいい1年にしようね。うん、じゃあ早速行くか。行くか。あ、並んでるね。すごいね。素敵な大学生活になりますように。今年こそ彼氏できますように。ことこ、真剣だね。無言でも何を願ってるかバレバレね。これにしよう。どれにしようかな。これ。すごい！大吉だ！じゃあ私も。なんだ私も。おー、すごい、何人揃って。待って。持ち人来る。楽しみに待ちなさい。ね、私の来ないけど頼りあり。どういうことだそれは。来ないの、今年も来ないの。来ないです、兄貴。このこと、ことこには絶対言うなよ。でも…ええから言うな、言うたら言うな。兄貴、おめでとう。それでは、琴子ちゃんの大学進学決定を祝って乾杯！乾杯！おめでとう！琴子ちゃんおめでとう！さ
あ、それじゃあみんないただきましょう。私のために皆さん本当にありがとうございます。いやこの間までまだ小さいと思ってたコトコが春からもう大学生か。天国でお母さんがどれだけ喜んでることか。お父さん、ごめんな。直樹もコトコちゃんに続いて受験頑張んないとな。兄ちゃんはコトコみたいなバカとは違う。余裕で東大合格だ。あ、そうだ、はい、入江くん、これ。まあ、私が内部進学できたのも入江くんにテスト勉強見てもらったおかげだし、俺ってほどじゃないんだけど。わあ、素敵。早く開けてみせてよ、お兄ちゃん。これヘッドマッサージ機です。入江くん東大目指して外部受験するでしょ。まだ勉強あって大変だと思うから。泡立て器みたい。ジジクセ。ほら、ゆうき。いいから使ってみなさいよ、お兄ちゃん。そうです、そうです。俺はいいよ。それに東大どころか大学に行くかどうかも決めてないし。あの、ゆうき、ちょっとそれ見せてごらんなさい。どうやって使うんだこれね。頭にね。そんな、東大間違いなしの天才の入江くんが大学に行かないかもしれないってどういうこと？ねえ、気づいてる？私はアップデートしているよ。いつか届きます。私たちが余裕で遊んでるのに A 組が必死なんて。なんか不思議だよね。まあもうすぐセンター試験だからね。だが入江直樹だけは余裕と。信じらんない。この時期に受験に関係ない本を悠々と読んでられるなんて。ねえ、入江直樹の第一志望ってやっぱ東大なの？東大どころか
大学に行くかどうかも決めてないし。ことこ？ことこ？え？あ、どうなんだろうね。受かったら行くんじゃない？何言ってんの、入江なら受かるに決まってんじゃん。でもことこ寂しくなっちゃうね、大学バラバラになっちゃうなんて、うん、でも入江くんの将来のためだもん。応援しちゃう、応援しちゃう。ジンコ無理があるよ。無理がある、そうでしょ。おばさま、うん、裁縫道具をお借りすることってできますか？いいわよ。ちょっと待っててね。はい。あ、分かっちゃった。大丈夫よ、ゆっくりやってみて。そのお守り、お兄ちゃんに？ありがとうね、ことこちゃん。お兄ちゃんの大学受験のこと一番思ってくれてるのは実はことこちゃんかもね。入江くん大学行かないかもしれないなんて嘘ですよね。大学に行きたくないわけじゃないんだろうけど、もしかしたらパパの期待が大きすぎるのかも。パパ自分が東大出身でしょ。それでお兄ちゃんにも同じ東大に行っていずれはパパの会社を継いでほしいって思ってるんだけど、そういうふうに期待されてることがもしかしたらお兄ちゃんには重荷なのかもね。ちょっといいかな。はい。明日センター試験でしょ。だから受けるよね、センター試験。願書は出した。よかった。他に行きたい大学があったら仕方ないけど、でも東大に行ったらおじさんもおばさんも喜ぶと思うよ。私なんか親に迷惑かけっぱなしだしさ。そんな風に親を喜ばせるチャンスがたくさんある入江くんが羨ましい。あ、じゃあそれだけ。お前さ、大学行ってどうするの？どうするって、勉強したり、友達作ったり。好きでもない勉強をわざわざしに行く気かよ。わかんないよな。なんでみんな、そんなに必死に大学に行きたいのか。そりゃ入江くんみたいな人が勉強するために大学はあるんだろうけど、俺大学なんて行きたいと思ってないよ。別に大学で教えてもらわなくても勉強したけりゃ自分でできるし。でもそれだけじゃないでしょ、将来やりたいことのための資格とか。じゃあお前は何やりたいの？そんなのまだわかんないけど、あ、そうだ、大学行く時間ってそれを探しに行く時間なんだよ、将来自分が何をやりたいのかを。入江くんはさ、その頭脳を独り占めしちゃダメだよ。日本の発展に役立たせないとね。お前ってすごいよな。前から思ってたんだけど、なんでそんなに一生懸命になれるんだろうって。そんで
一生懸命にやるのになんでそれができないのかなって感心しちゃって。何それ、嫌味？なんかそっちの方が羨ましい気がする。明日早いからもう寝るわ。うん、おやすみ。あ、じゃあこれつけとくね。遅いわね。あいつまさかセンター試験受けない気じゃないだろうな。大丈夫たい、イリちゃんの気持ちは届いとう。でも思い込んだら頑固なとこあるけね。何？おはよう、お兄ちゃん。いい朝ね。はい、お弁当。ありがとう。どうした直樹？なんかちょっと熱っぽい。風邪ひいたみたい。こんな大事な日に。大変だわ。卵だけ、卵だけ。いやいや、喉にはネギを。くずりいいよ、もう行くから。え、朝ごはんは？食欲ない、これでいい。え、入れる、これ飲んで。この薬よく効くのよ。これで安心だ。まさかとは思うけど、この薬眠くならないよな。服用後は自動車の運転を避けてください。ハキ、ナオキ、吐くんだ、ナオキ。イルちゃん、俺が押さえとって、指入れ。もういいよ。行ってきます。イリエ君、大丈夫かな？おはよう。おはよう。あれ？そのお守り手作り？もしかして一緒に住んでる彼女が作ってくれたとか？会場に着いたら捨てる。そんなかわいそうじゃん。俺彼女結構お好みだけどな。どうした、アイリエ？あいつ、お守りがドアに挟まってる。引きちぎれよ。おい、ビクともしてないぞ。イリエ、急げ。渡辺、お前先に行け。でもお前は。俺は早めに何とかするから。バレ、先行くぞ。後で会場でな。おう。すいません、エレベーターが停止しました。
よかった。リレーずいぶんかかったな。駅員に仕事も絞られた。なんかいたずらでエレベーター止めるのが流行ってるらしくって。今までのもお前が犯人なんじゃないかって。話は後だ。さあ、中行こう。そういえば、あの守りはどうしたの？あ、しぶといな。それ、縁起悪いんじゃないか。だよな。外しちまおう。なんかやたらあさり取れたわ。入江、階段から人が落ちたぞ。誰か、誰か呼んでか。二人とも保健室運んで、今すぐ。なんて恐ろしいお守り。すみません、遅くなりました。階段から落ちた生徒だね。さあ急いで、残り時間30分だ。はい。なあ、入江、聞くのも悪いけど、どうだった？問題はほとんど見ずに、想像で答えを書いた。まあ、お前ならなんとかなってるよ。どうした？もしかしてそのお弁当もあの子が作ったとか？食わない方がいい。腹でも下したら大変。こんなんでよかった。ありがとう、恩に着る。なあ、余計なお世話だけど、あのお守りも捨てた方がいいぞ。保健室で気づいたらなくなってたよ。それはよかった。これで災いも去ったな。残り10分で。大変だったな、入江。 でもお前はこれくらいのアクシデントがあってちょうど普通くらいの人だよ。フォローになってないか。あら、あなた、今日は大変だったわね。先ほどはありがとうございました。まあ骨は折れてないけど、しばらくは安静にね。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、あなたもだとは思うんだけど、
階段に落ちていたお守り胸のポケットに入れておいたわよ。手作りだったから大事なものなんじゃないかなと思って。お守りのご利益あるといいわね。羨ましい。俺あの子とお前は一生一緒にいる気がする。やめろ。お兄ちゃんそろそろ帰ってくる時間なのに遅いわね。お兄ちゃんだ。どうしたの？一体何があったの？転んだ。それにしたってひどい怪我。お守り効かなかったんだ。いや、ものすごく効いたよ。それどういう意味？もういい。寝る。お兄ちゃん。私も、もう私立にかけるしかないよ。入江は大丈夫だよ。全国一の天才だよ。いや、今回ばかりはそうとも言えない気が。琴子、ジンコ、聞いた？入江、東大受けるって。嘘、それどこで聞いてきたの？今、職員室で噂になってたの。東大受ける生徒の中でもぶっちぎりの成績だって。すが天才。ちょっと琴子、あんななんで泣いてるのよ。いや、嬉しくて。私、入江君におめでとうって言ってくるね。青春だね。あんな怪我してたのにちゃんと結果を出すなんて。私の好きな人は本当にかっこいいんだ。もしかしてあのお守りもちょっとは役に立ったのかな。東大を受けられるのも全て君のお守りのおかげだよ。ありがとう。やっぱり入江センター試験ダメだったの？何言ってるんですか。入江君は大丈夫ですよ。東大も受けられるみたいです。え、すごい。あの状態で？あの状態？そりゃ悲惨な一言だったよ。あんな入江見たことなかった。あのお守りのせいだとしても。あのお守り？やばっ。それどういうことですか？何でもない、何でもない。気になるの教えてください。やめてくれ、話すよ、話すから。すいません。俺はこれから第一志望の早稲田の受験を控えているんだ。本当、君のデスパワーってすごいね。デスパワー？今となっては笑い話だけど、あの日、君のお守りのパワーで大変なことが。
怪我も何もかもお守りのせいだったなんて、私入江くんにものすごい迷惑かけちゃった。どうか入江くんが東大に受かりますように。入江家のみんなの夢が叶いますように。この通りになる。ちょっと気が早いかもしれないけど、試験の翌日バレンタインにこれ渡すんだ。そして運命の日がやってきた。行ってきますって、みんなで揃って見送ることないだろう。だって心配で。なんだったら車で送っていこうか。大丈夫だよ、足の怪我だって治ったんだし。行ってきます。気をつけてね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。そりゃ悲惨な一言だったよ。あんな入江見たことなかった。あのお守りのせいだとしても。琴子ちゃん、私入江君が東大の門くぐるまで見送ってきます。何かあったら心配なので行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ついてきてるのバレバレなんですけど。東大の前までお見送りしようかと思って。ごめんなさい、受験生の前で。なんでバナナ。あ、いた。おお、さすがみんな頭良さそう。お前なんか歩き方変じゃない。そう、普通だよ。顔色も悪いけど。あ、ただ緊張してるだけ。お前が緊張してどうすんだよ。受験すんの俺だぞ。どうしよう。
こんなお腹の痛み初めて。でもダメ、入江くんが東大の門をくぐるまでは、それまでは心配かけちゃダメ。おい、お前本当に大丈夫か？もちろん、試験頑張ってね。いってらっしゃい。トイレ、どうしたんですか？誰か、誰かいませんか？大丈夫ですか？どうしたんですか？いきなり倒れて。大丈夫ですか？しっかりしてください。すいません。おい、大丈夫か？すいません、病院。病院どこですか？確か向こうに。おじさまもおばさまもゆうきくんもみんな応援してるんだから。ことこちゃん、ことこちゃん、ことこちゃん、お父さん、おばさま、おじさま、私なんでここに？琴子ちゃん大丈夫？急性盲腸炎だったんだ。でも薬で散らしたからもう大丈夫だ。今日中に家に帰れるからな。よかったな琴子ちゃん。入江君は？私たちが来た時にはもういなかったわ。きっとうちに電話してからすぐに東大に向かったのよ。今頃は試験の真っ最中じゃない？よかった。私のせいで入江くんが東大受けられなかったら、人生が狂っちゃったらどうしようかと。琴子ちゃん、自分がこんなに苦しい時にお兄ちゃんのこと一番に心配してくれるなんて。俺がどうしたって？直樹、 お前受験に行ったんじゃないのか？腹減ったから飯食いに出てた。じゃあ受験は？東大は？東大？受けてないけど。はあ！そんな、そんな。ゆりちゃん、奥さん、坊ちゃん、本当に申し訳ない。あいちゃん、うちの娘のせいで大事な息子さんを大変な目に。なあ、頭上げんね。受験に行かんやったのは直樹が勝手にやったことやけ。そうですよ。それにいくら東大に受かってもあそこで琴子ちゃんを見捨てるような子だったら私はがっかりですよ。でも、そうだそうだ、こうなる運命やったやけ。ええって、ええけ、頭上げてください。あいちゃん、私のせいで入江家にとって最悪のことが起こってしまった。
入江家の皆さん、今までありがとうございました。さよなら入江くん。これ以上皆さんに迷惑をかけることはできません。私は皆さんの目の届かないところで生きていきます。どこ行こう。なら缶コーヒー持つか。入江くん、どうして。別に、寝れなかったからちょっと散歩。あったかい。私これ以上入江君に。別に止めてないけど。じゃあさよなら。俺が東大行かなかったから出ていくのかよ。私ってやっぱり入江君の疫病神だと思って、東大だけじゃないセンター試験のことだって聞いたの、 A 組の渡辺君に。もしかして私って入江君にとって何かとんでもない人間なのかも。そうかもな。ほんとお前といていいことがあった試しがないもんな。俺のペースがいつもめちゃくちゃにされて、学校では噂立てられるし、勉強を教えさせられるし、しまいには受験まで。私って最悪。でも結構面白かった。あんなにハラハラしたの生まれて初めてだった。試験の結果が怖かったのも初めて。すごい体験だったよ。でも東大は。言っとくけど、東大受けなかったのはお前のせいじゃないから。え？お前を病院に置いた後に行ったって受験には十分間に合ったんだ。じゃあなんで。お前が大学は何をするのか決めに行く場所だって言ってただろ。だったら最近お前といてハラハラするのも刺激があって面白いし、このままエスカレーターで隣に残るのも悪くないなって。まあ前から東大行って何するんだって思ってたし。私がいるから同じ大学にしたってこと。別にそういう意味じゃないよ。でもいいからもう行け。元気でな。ちょっと待って。あの私もう少し入江家にいてもいい。もう迷惑はかけないから。嘘つけ。お前が迷惑かけないわけないだろ。そうよね。じゃあ刺激のある生活をお約束するわ。
調子のいいやつだなお前は。だから何なんだよ。チョコでもくれんの？ごめん。もしかして期待してた？別に。あるじゃん。まず。ホワイトバレンタイン。今年は私の思いは空回りしてしまったけれど、いつかきっと私の思いが伝わりますように。コトコト必須んねん。夢なら寝てみれば。コトコは俺のこと好きになってくれるんか。誰が一番自分を大事にしてくれるかってことに気ぃついたんやろ、この冷血男。